おはようございます。7月3日朝5時19分の FX 相場解説になります。まあ、FX の、ね、相場解説、ずっとやってますけど、4年ぐらいになりますけども、FX 続けるのが一番難しいなと感じるのがね、モチベーションの低下なんですよね。まあ、ですんでね、モチベーションが落ちない工夫を自分でしていかなくてはいけない部分もあります、まああの。勝っていてもモチベーションってね、ずっと維持できないんですよ。勝てば勝ったで、慣れるんですよね。 慣れてて大きな失敗食らってやっぱりこうやる気がなくなっちゃうみたいなこともありますしうん私もねこのどういうふうにモチベーションと付き合っていくかもう日々の課題ですねさあ今日のデイリーなんですけどもここをご覧くださいえー横一線になっているレジサポラインが今となってはこういうふうに弾けるわけなんですけども再びそこに絡んできましたねそのぐらいこのレジサポラインって重要な線だったということが確認できるわけなんですよま本来ならねこうやって 上の方に跳ねるのかなと思ったんですけど、跳ねずに行ってしまいました。逆三層みたいなことをね、昨日お話し,しましたよね。でも逆、こうはね、ならずに、ちょっと横ばいに入るのかなと思わせるところでございます。では、次の時間軸は4時間を見てみましょう、えー。ちなみにですね、ミセス渡辺とのご縁がねありまして、今週は無理だったんですけども、8日ですね、7月の8日の20時ぐらいから、 ちょっと雑談を、ね、公開でやろうかと思うんですよ。FX のことをしっかりとお話していたりとか、それからこのミリセス・渡辺、ね、ね今、ドバイの方に、広島からドバイに引っ越してますんで、まあ、広島にも家があるんですけどね、ドバイの方にも今、かなり長い間、1年ぐらいお住まいなのかなで、ドバイの状況ですとか、感染症のことですとかね、それからまあ儲かるネタ、ドバイから見える日本の儲かるネタ。 そしてドバイから儲かる日本の利権ということでね、お話しくださるそうなんで、ちょっと楽しみにしようかと思います。で、これが4時間なんですけどもね、ミセス・渡辺っていうのはね、また調べていただいたと思いますけども、FX とか投資で、大きなお金をね、得た人のことなんですよ。で、ミセス・渡辺の中には、お金稼いだことがないんで、FX でドーンとね、3000万、5000万稼いだときに、税金を払ってなくて、で、追徴課税が来て、破産みたいな人もいたらしいですけどね。 いや4時間なんですけども、4時間はこの、ここですね、レンジ、レンジがありまして、今、レンジの上のこちらのラインに絡んできて、上下しているところですね。横ばいに入るというふうな考えもやっぱあるんですけど、この4時間を見る限りね、ここをうんまあ転換点にして、加工と、それからこちらから上昇の方に向かうんではないかなというふうないつものパターンが頭をよぎります。 まあですので、基本的にしばらくは買いで見ていこうかなと思いますね。で、1時間なんですけども、一方的に買いで入るかな、買いの方に行くかなと思ったら、ここで一旦組み上げて、また横ばいというか上昇の方面に向かっていくところですね。まあ、買いを見据えながら進めていこうかと思います。それではですね、7月8日20時から予定の取れる方は予定取ってみてください。今私、大和ト君をね、 片手に小脇に抱えながら相場解説しておりますけれども山田くん何か喋るはい以上でございましたありがとうございました